お願いします。イエイ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 。いや今日も、荒野が滑る30分ということで違います、違いますよ。お送りしておりますけどね。バッサンが滑る30分じゃないよ。いやいや、企画は荒野さんが滑る。あのバッサン滑ると、うん、俺が気まずいからやめよう、うん、なんすかもうおいきなりぶっこんできますね。そしたら久々に出た気がする、なんか、うん、何週間ぶりっすか。出てほしいですね。1ヶ月ぶりぐらいじゃないかな、多分。リンさん出てほしいとか言ってたからね、みんなね、うん、いやありがたい、もう嬉しい、めっちゃイケメンだらけだって、うん、ありがたいね。ありがたい、ほんとありがとうございます。じゃあいつもの恒例のやついきましょうか。いきましょう。レッツゴー荒野。いや俺いこう。花焼きチャンネル始まるぜお前ら。えい、ー、痛いよー今日も痛い。滑りゲーでスタートしていきました、はい、まずは滑ってです。今日も荒野から反省文の LINE が来ますね。これはよいしょ、しっかりねしっかり来ますね。かなり長文だからね、はい、なんで知ってんの。おいスクロールしてもまだスクロールするからね、こうやって。うん、本当だよ。これみんな来週それトップシークレットなのにまださら内容は知らないからね、本当に。そうね、今日は荒れないで済みそうって言うの荒野いるのに安定感ね。で俺今回はそのなんかニコ生次回出ますよみたいなのが書かれてるリストに俺が入ってて、あ次俺出んのねみたいな、うん、で荒野絶対いるやんと思って見たら荒野いたもん。そうっすね、あやっぱなーみたいな、うん、俺過去7回出てるんですけど全部リンさんいますからね。え、そうなの。俺もう振り返ったら全部います。俺お前と7回も毎回出てます全部。でリンさんは多分10回出てて11以上、俺が全部がリンさんです。え、俺が何回出てるかお前見たの。俺見てるっす、俺全部チェックして。え、お前誰やねん。ストーカーだね。誰やねん。あ、ちょっとこれ作ってないですね。作るって何。これこのままで何割にすんの。じゃあ乾杯しよっか、はい、乾杯しましょう。いや、乾杯。イエーイ、お疲れです。乾杯。あーハッピーセットってなんか嬉しいっすね。ハッピーセットねこの感じがハッピーセット、ね、そうだね。ハッピーセットのこのいろんなの入ってるよみたいなことで。まあでもみんな、おい、まあ、喋ってないよ。どうした、まあ、みんなね、一言も話してないよ。ちょっと走った走った、ちょっとちょっと結構走った。何した、うん、ちょっと待って、荒野くんジョイマンってやばくないねえ、ちょっとやばくない、これやばくない。朝日先生どうする。荒野とキリの、荒野とキリのセットあんま良くないから。確かにハッピーセットなかったっすこっち。ハッピーセットだ、そうだね。あとハンバーグね、ハンバーガーポテト、飲み物みたいな。ああそうだね、ナゲットのソース。ソースナゲットのところです。付け合わせサイドメニュー。いやでもいいとこあるで。バーベキューソースかマスタードソースか選べるから。あ、2択は2択はもらえる。そう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 、だからそれか、いらハッピーセットのおまけ、うん、え、キリと出るの初めてだもんね。あ、そうっすね。そうそう、ここ全部初めて。俺も初めて。俺も初めて。初めてなんで。ちゃんとえ、キリ喋らないよ。そうだ、うん、俺なんかね、やめろ。その見返したりとかあんましないから、うん、そう、わかんないんだよこれ。ミッキー俺も見返さない。この服のデザイン、うん、ミッキーなの、うん、そう。お、ミッキーだね、これはもう。それなんていうか知ってる。アサティこれ今アナーキで流行ってるやつ、ね、これ流行ってる、これ今流行ってるやつ。アサティ、アサティ流行ってるから。そういやアサティ、ね、ミッキー、ダブチ、ダブチ、ダブチってあれだ、あのマックのやつ。ダブルブルンバー、ね、トリチだな。赤い服の人イケメンだって。そりゃ そうだろうよ。そうだよ、うちの顔面、うちの顔面だから、うちの顔面ナンバーワンだからね。そうそうそう、モクモクしてるよ。ナンバーワンじゃないの。え、あ、そうだね、顔面ナンバーワンっすよ。顔面ナンバーワンじゃないね、どう考えても。やりにくいね、これね、うん、やりにくいね。これ、本当にあのアンチ出てくるから。まさきのアンチ出てくるからね、本当に。あれだよ、ほら、いや、ほら、出てきて、もう早いから。いや、リンクの余裕でイケメンだから。いやいやいや、ほら、早いよ。嬉しいよね。嬉しいですね。早いんだって。嬉しいよ、本当に。あ、赤い服の人、キリです。そうですね。なんてなの、気になってるね。うん、やっぱりかっこいいと気になられちゃうね、やっぱり。最高ね、顔面が。うん、あの、今日は、あれなんでしょ。今日何ですか。バッチが、はい、バッチが初何倍で。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ありがとう。ナイス。ありがとう。ここが
あのワンツースリーっていうことで。そうですね。先月のどこですね。もうワンツー分かれますけど、俺スリーですか。もう君スリーみたいですよ。スリーか。おめでとう、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 長い。あと今月もらっていいですか。お、立川何倍でおめでとう。今月ちょっとバチちょっと。あ、はい。やっぱね、俺ニコ生だって今月もらえないとね。待って、俺でも立川何倍でおめでとう。これ誰が書いてるか分かって。ナンバー入った方が嬉しいですね。へー。締め本数入ったから。うん。締め本数が何位だったの。売り上げよりね。締め本数が何位だったの。言わねえんかい。立川バカにするから。え、いいよ。でもね、俺だって立川だから。そう。元々。そうでしょ。だからまた一緒に働けて、ナンバーも入ってくれて、俺はすごい嬉しいっすよ。楽しくやってます。立川って何があるの。いや、マジで何でもあるから。意外にあるんだよね。ザーメンスクエアありますよね。ある。いや、絶対嘘。もうバカにしてきたなー。ザーメンスクエアあるんだけど。あの、映画館ある、映画館。俺の地元っていい。あー、アザッティーじゃなくて地元っていいね。ん、俺も近いっすよ。ああ、そうだね。右から2番目の宿泊はやっぱこの頃聞いてるね、うん、はいはいはい、右から2番目ね。立川って逆に何でもあるよね。ある、うん、意外と何でもある。意外と何でもあるよね。生活する上で困ることはまずない。別にだから都内の方に行かなくてもあるんだよね、うん、そうよ。絶対そう。立川モディは潰れました。え、バカにしてるでしょ。知らんでしょ。え、バカにしてます。バカにします。あ、ありがとうございます。バカティ。今地元の話で本当あれだよ、盛り上がれるのか勝負したら、うん、お前には絶対に負けないよ。え、でも岡山すごいっすよ。何 3LDK、うん、58,000。いや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 、その戦いは勝てんや。おい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 、その戦いだけは勝てん。すごい、群馬立川ゲーセンがあるもそうだからね。それ戦ったらやべえからね。ゲーセンがあるって言われてるからね。それどこにでもあるわ。確かに。あとやっぱりリンさん2冠おめでとうっていうのは嬉しいです。間違いない。何？リーさん2冠。売り上げ、締め、2冠おめでとうみたいな。ね、嬉しい、めっちゃ。まあ売り上げも1位ってもちろん嬉しいしね、締めもね。ありがたい。締めすごいっす、本当に。素晴らしいっすね。群馬なの？でも毎日ね、あの締め本数、あのリンさん抜くよみたいな顔してるもんね、なんか毎日。で、この赤い男がね。毎日してるもんね。ニヤニヤしながらね。ここにプレッシャーかけてくれ。しんど。あの先輩ってプレッシャーかけるもんだって、俺先輩に教わったから。すぐね、グイグイされないだけね。うん、ほんとそうだね。ちょっと8月が楽しい、ね、こうや、面白いポーズしてって何。お前の振り雑じゃん。3322111。何やれよ。3322111。あ、すいません、あの僕とこうや、もうセットなしでお願いします。そうですね。今日で解散ですよ。ついに、ついに、うん、マックでポテトないみたいなもんだよ。やべえ、やっぱ俺リーダー取れじゃないとやりすぎな。でも、いやいや僕はやりすぎよ。でもこれでも、でも聞いて、翼変わって、でも聞いて、ジョイマンをいじってる人はもうやばいよ。やばい、ジョイマンいじり来た。やばい、ジョイマンいじり来たな。すごい知ってる人ですね。やばいよ、ジョイマン、ジョイマンだ、やばい。アナーキー2ですね、これは相当な。そうだね、ジョイマンね。どうだったの、先月の結果に対して。みんなはどう、こうや、どうだったの。いや、まあ嬉しいですけど、うん、あ、運が良かっただけなんで、俺は満足しないです。あ、まあまあな、本当に勝ちなんで。でも君も実力やからね。確かに、うん、俺は純粋に嬉しかったけどね、うん、締め日のラストオーダー終わった後に、そうですね、あ、後のあそこでトイレの、はいはい、トイレでばったり会った時のドヤ顔。あとしてねえ、マジしてねえ。うわー、覚えてます。ドヤ顔、うわー、その足出しちゃうんだ。うわー、その足出しちゃうんだ。え、その時のドヤ顔どんな感じ。え、もうなんかやって、3322111。俺リンさんと多分同じ写真乗れると思うんです。あの入り口のね、とこにね、あ、そうだね、ナンバー3まで写真が乗れるんで。あ、そう、ナンバー3まで乗れるから、そこに謝っといた方がいい。ドヤ、おい、じゃあドヤしてねえ。じゃそこは、まあすいません。いやでも本当に、あ、でもね、マジかと思ったね。俺も思ったんで、ね、これいけるなと思って、うん、正直ね、キリトはね、結構ね、パツパツでね、はい、もう本当にワンツーの勝負すごい激しくて、うん、あの日は、うん、はい、それはそうですね。楽しかったよ、なんか締め日ってやっぱ、ああいうのないとね。あれ楽しかったっす、俺は、うん、俺はすごい楽しかったです。ね、いや楽しかっただろうね。はい、うん、浮かれてたもんね。浮かれたっすし、もあとワンツーの勝負も楽しくて。あー、なるほどね。どっちがワンになるんだみたいな、うん、本当はね、ニコ生メガネかけたくないんですよ、僕、あんまり。
しかもリンくん手振ってって言ってコウヤさん手振ってるからね。いやちょっとごめんなさい、これやべえ、法令制限やばいし、あと本当に文字が見えねえ。やべえよ。お前だけここにあの白い板置いとった。マジで。デバ初ナンバーどうだったんですか。初ナンバー感想、なんか感想的になんかなんて言ったらいいんだろうな、そのこうナンバー争いをもうちょっとなんかもう俺はもう競いに入りたいな。あ、もうちょい上にね。なんかいやそりゃそうよ。うん、うん、初めて入ったの嬉しかったけど楽しいよ。あのね、うん、俺トイレ行きたくてピピピって下の方抜けてトイレ行こうとしたら、うん、リさんがラストオーダーのやつ帰ってほっ覚えたさ、3つ覚えてる。めっちゃ覚えてるわ。めっちゃ覚えてるわ。めっちゃほって確かに隠しちゃう。見られちゃうと思って、ね、かわいいなと思って。そうやね、あ、そういうとこあるよ、うん、でもやっぱあのハラハラじゃないけどね、うん、そこはまあ勝負ですからね、うんうん、面白いよ、ホストは聞くですね、うん、ああ、そうやんの、ほら、ちょっと俺もやった、あざといやり方どうやってやんの、あ、こうやってやんだ、こうやってやんだ、こっちこうやってやって、こうやってやんだ、袖がね、ちょっと手出し、ちょっと手出してね、ここね、これぐらいがね、ほんとにいやいや、どうなるかね。ねえ、なるほど、ほんとだよね。プレッシャーかけられたから頑張んなきゃ。でも今月なんだっけ、バレンタインか、あ、12、うん、そうですね、12と19だっけ、そうそうそう、はい、イベントは、うん、バレンタインあるから、一番売れたのは僕です、すいません。いや、でも立ち上がり一番イケメンです。僕が一番売れたのはすいません、うん、僕です。いや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 、ナンバー入ってるからね、今日おぎね、うんうん、くそー、呼びたかったな。確かにね、売れてる売れてないより指名本数の方がかっこいいと思いますけどね。確かに、あ、ありがとうございます。12何するの、こういうとこであのコービー言ってくるスタンスですか。アザティー、アザティー、アザティーだね。アザティーだね。こういう指名本数が俺かっこいいと思います。ええ、アザティオジティオジティ、うまいこと言ってたじゃない。やばい、ちょっとグイします。うまいこと言ってた。うますぎた。グイグイオジティ、グイ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 オジティ、グイグイ。あ、オギーブン先週アンチにボコボコに。あ、そう、ボコボコ俺出てたんだけど先週。あ、そうなの。ボコ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 。なんでオギってそんなことあんの。え、なんか出た瞬間にオギ調子乗んなよみたいな。すげー、オギのアンチなんかいるんだね。いっぱいいた。いるっすね。先週やばかった。なんかテルマが切れてて結構コメントにこっちガチ切れしてて。あ、テルマ酔ってたでしょ。テルマ酔っ払った。テルマ酔うとコメントに切れるガチ切れだからあれあれあいつ癖強いからマジで。そう、前も一回あってテルマ切れたマジ切れ、次の日すごく反省してる。そうすごく反省してる。あ、すいませんって言って。そう、テルマが切れてた。だからあれさ結構、うん、なんか結構その褒められたらさ、やっぱ人間って嬉しいじゃん。うん、なんかこううまいことこう乗せてくれたら嬉しいじゃん、うん、そういう感じでこう俺をニコ生に出そうとしてくる。え、でもだって本当にでも聞いてた。でもその後に俺は立川の話されたから、うん、朝日なりにも立川だからなって言ったら、朝日なりをバカにするな、お前と一緒にするな、すごい来てた。うー来て、はぁ、あ、すいませんみたいな。それはちょっとなんか俺のせいでなんか申し訳ない。大丈夫大丈夫大丈夫、翼見えてるよ、見えてる、大丈夫、うん、見えてます。いやなんか今日も飲み物頼んでオーダーして、で翼さんがこう持ってきてくれて、あれいいよ別に持ってきてくれて、で俺でなんかちょっと会話に集中してたから翼さんだって分かんなくて、あーマジそこ置いといてみたいな、で顔見た翼さんで、あすいません、はい、いやいや全然いいんだけど、全然普通に持ってってびっくりした。結構しかもなんか勢いでなんか、あーちょっとそこ置いといてみたいな感じちょっとね、お翼さんじゃんみたいな、失礼します、持ってったらね、まあそこはしょうがない。気にしたい、気にしてない。そう、バレンタインね、12なんですよ、ね、10じゃないんだよね、ちょっと早いしね。12のイベントがね、12と19、あのうちらスーツ着る、知らねえ、知らねえ、おい、ちゃんと把握して19コスプレ、みんなスーツ着るみたいなんでね、12日が。あ、そっかそっか、スーツ、そうですね、スーツデーです。スーツデーだね。制服いきます。お、いいね、いいね、いいね、見たい。壁ドンするんで金使ってください。アザティそれもうね、アザティではない、アザティじゃない、それもはやもうアザティゴリゴリだから、うん、意外とゴリゴリですね、制服意外とちょいちょいね。あー、いいね、いいね。いや去年こんだから今年でいこう。まあでもさ、14がさ、そのバレンタインデーで、うん、12がイベントだから、うんうん、分散されるかもね、少し。そうね、それはいいですよね、うん、そうそうそう、そこで分かれるかもしれない、うん、いや
壁ドンってさ俺すごい思うんだよ。こうダーンってしてさ、はい、されて、うん、してなんかこうドキドキするみたいな女の子がさ、あれ俺なんかその例えば少女漫画の実写化とかでやっぱあるじゃん、よくそういうシーン、うん、で俺こういろいろ見たんだよ壁ドンっていうのがどんなもんと思って、はいはい、でもやっぱああいうのはやっぱ男の方が基本的に身長が高いから、ね、ドーンってした時に圧迫感、ね、圧迫感があるわけよ、うん、女の子からしたらこう、うんうん、あみたいな、うんうん、そうだから俺はできないよね、うん、できない、一緒だからね目線が大体大丈夫ですよ本当。そういう違うアザッピー横顔が綺麗、タイミングで横顔が綺麗、このタイミングでねアザッピーでいく、じゃあアザッピー壁ドンされたらドン返しってやばいね、じゃあ一回やってよドーンドーンって返すんだよねきっと顔ドンされるかもしれないこれ、ね。いやじゃあもうね CM 行かなきゃいけないみたいな、はい、ちょっと頼むよ小屋お願いします。俺かい CM 行けやこの野郎、いやなんでちょっと俺のゴリゴリだなんで意外あれはホストがしたく言っております。絶対この時点でそんなこと言ってないでしょ。ボディ業者を紹介だ。彼は本気らしいです。よし頑張ろう。ここ頑張ります。いやなんか隣のやつが癖が強くなってる。いやしかもお前痛いしその髪の毛あれこれ当たれます。何なの髪の毛当たります。どの時代なんお前は。パパちゃんとして。ゆうさんの時代ですよ。パパパパちゃんとして。ちゃんとして。そんだから勝手にジャケット自分でブリーキしないでよ。バレたバレた。気づいたな。ジャケット自分でブリーキしないでよ。自分でブリーキしたの。うまくないですか。えマジって。自分でやったんですよ。一剤と二剤を混ぜてシェイクしたの。ええー、お前すごいな。マジか。アダティ。背景と声の服似てるって書いてある。確かに。確かに。うん、やべえじゃん。壁ドンされたらオリシャン7本入れる。あでもあれだわ。入店祭の時壁ドンしたオリシャン入った。おお、すごい。壁ドンパワー、うん。それはやばいね。もうないの。これ。もうないの。早っ。すごいねお前やっぱ。いや、俺飲んちゃうんすよね、うん、楽しいんでね。ほんとやべえや、ね、俺はいつも不安しかないけどな。マジかないですか、うん、君と一緒にいると。いや、歌歌います歌歌ねえよ。そうだね、いつだったら私なんか入れんだろう、ね、入れねえってだから。なんでそのって言うと、もう悲しい。カナティだよ、カナティってなんですか。歌ったの肉抜きでってなんだよお前すごいな、ほんとに。ほんと入れてください。でも、ねブリーチした後にリーザ手振って、リーザ手振って、ブリーチした服にブリーチした服あるからね、ほらブリーチした服にブリーチした服、かわ、かわてぃだよ、かわてぃ気にこう、リーザ、んもっとだって、こうだってこれぬるい、これぬるい、ぬるてぃわかんねえんだ、俺それリーさんは過ごしなくても、あざといです。顔があざといあざといわけないだろ。あのね、リンさんがね、うん、こう、メガネ外してこう目一回整える時のあれあざといんだよな。あ、俺それね、言われるんだけど全く意識してないから。あれは、キメ顔やりますね、やんないやんない。そんなリンさんのあの時のすごい、お前本当にやばい。あれは、キメ顔クルク刺した、さすがに俺もそうだよね。ほら、やばいな。まだ今日のやつがあるよ。足りないな、お酒が足りないようだな。翼さんって何絵なんすか。何絵、何絵だろうね。バサエです。朝日奈凛から見たら何絵だと思う。翼、あ、周りから見たら意見聞きたいね。そう、それ、あ、それあるわ。うん、何絵だと思う。全然わかんねえ。すげえ言いづらいよね。すげえ言いづらい。全然わかんねえわ。確かに。うん、じゃあ、こうやさん何絵だと思う。じゃあ凛から見て。俺なんすか、リーザが見たら
お前ええー、一番困ってるわ、むずい。でも本当そう考えたら難しいね、この質問。そうだよね、うん、そうだよね。俺何わかんないもん、何で、うん、うん、そうだね。勘違い映画一番やばいね。勘違い映画やばい一番やばい、うん、そっか。癒し営業、あ、癒しかも。リンは癒しかもしれないね、確かに、うん、いやそうかな。リンは癒しかも。俺も多分そっち系です、癒しです。癒し違う、癒しいのお前。違う、いや、癒しいけ、うまいこと。でも多分キリさん的には俺アイドル営業だと思ってないけど。キリさん俺、うん、アイドル、アイドル、マジで、うん、アフターマクラなんだけど。おー、行っちゃうね、来たよ、来たよ。あ、じゃあぶっちゃけトーク、テレ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 。今日はぶっちゃけトーク。はい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 、えぇどう、アフターマクラですか、指名しますって来たよ。待ってる、イエーイ。言っとけ言っとけ。すごいね、ハンド営業。おい、ブン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 ってこういうこと。あ、やめとこうか、これこれな、ね、うん、これやめとこう、ほんとにブンブン、うん、キリがアイドルだったって。え、そんなんないよね。いや、アイドルじゃんね、どう。うん、アイドル。うちのみさん、小顔が多いから本当に困ってるんだよね。うん、あの、一緒に並びたくないやつが多すぎる。こう見るとちっちゃいっすね、やっぱキリ君とかね。いや、ちっちゃいよ。ちっちゃいわ。翼さんもちっちゃいしね。顔、顔一緒、どうなんだろう。一緒ぐらいやね。一緒ぐらいじゃないか。一緒ぐらいや。身長何センチですか。俺170しかないっす。あー、しかとか言うんじゃねえ、俺が。ほんとや、俺ら160代だからな。あ、お前160代なの。そうっすよ、もう。で、年は60代なの。60じゃないの、50代、50代、ギリ50代。あ、なるほどね。あ、30やわ。それ170しかないんだよね。70万しかない。あ、持ってる、結構このぐらい。あ、そうだね。持ってる持ってる、うん、いや、敏感でしょ、それは。俺は一生その悩みで、あの、生きてきたんやから。前習いこれしかしたことない。一回ちょっとあの骨折ろう。これは敏感ですよ。骨折って一回ちょっとあげようよ、ちょっとあげよう。でも、つばさん顔ちっちゃい、マジで。顔だけちっちゃい。いや、羨ましいな、羨ましいな。俺180っすね。え、そんなんの。嘘つけよ、おい。180待てよ。ははははははは、立てよ、俺。立ちましょう、一回立ちましょう、一回立ちましょう。でもでかい。ほら、マジか。ほら、ナムラーナムラー。何回これ、何回や、何回。仲良しだけど、何回。1個出して、152はやばい。152はやばいよ、ほんとに。それはやばいな。俺、ミニモニぐらいやで、そしたら。ミニモニやばい。俺、ミニモニぐらいやけどね。うん、ごめんな、ミニモニ知らないよ、ね、知らんから。そっか、ミニモニ知らないから。AKB ぐらいしか知らないよ。そっからやんな。だから、キリとはやっぱ、ジェネレーションギャップがちょいちょいあるもん、やっぱり。うん。うん、ミニモミじゃない。ミニモミ。軽くモミ。軽モミ。なんかだから、その今このニコ生のスタジオって、靴脱いで入るんだけど。そうですね、もう素手ですからね。で、僕いつもヒール履いてて。確かに、うん、サンダルだからね。そう、裸足なんで。で、ヒール込みで俺だから、今こういうので立つとかいうことは俺はできないから。だから、ちなみに100じゃない女性どうですか。まあ全然、ちっちゃい子、あれですよね、うん、タイプな人は LINE ください。乃木坂はいきなりすごいですよね。はい、お願いします。なんかお前さっきなんなんなとか言ったらどうしたの。あれはうちの次退乳来る子です。あ、本乳ですね、本乳。やばいね、本乳決まった。あれ来るの。あれね、斎藤ジョイマンが入ってくるんで。それバラしていいのここで。あれ大丈夫だよ、あれもう大丈夫。入る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 。もう俺この角でいいなぁ。180cm、 180cm あったら人生変わってたかな。変わりますね、変わりますね。テルマなんて 2m4 じゃん。いや、俺もチビチビ言われたんで。ちょっと待って、自分前はでかい。170の女性どうですか。いや、全然いい。確かに女性いるね。ありがとう。俺、男からしたら、つか俺からしたら全然いいよ。うん、キリ君、体重は。体重意外と重いんですよ、68ぐらいあります。嘘や。え、でも180だったら普通じゃない。まあ普通180あるの。え、だっていいぐらいだね。平均が62ぐらいなんで。すごっ。え、筋肉、筋肉ってこと。水泳やったんで。あ、じゃああるよね、肩幅ってある。え、けど悩みがあって、まあなんか上半身これで脱いだら決めすぎて筋肉あるんだろうねって言われて、腹筋はあるんですけど、乳首の位置が低い。
え、またそれやんの？ちょっと下の方にやんの。またやんの？ちょ、これで言ったらこの辺ってこと？ギリ飲んでなくない？え、どうぞどうぞ。ちょ、空気壊すんじゃないもん。ちょっと待って、どんな仕組み？え、なんか、多分普通の人この辺なんですけど、多分この辺なんですよね。ちょっとしかかんねー。そうなの？待って、それ右は上だけど、左は下とかそういうことじゃない？え、それ乳輪のデカさは？デカさは？乳輪のデカさ聞く必要がどこにあった？じゃあ俺が代わりにガイグクイックしとけ、お前はちょっと勝手に飲みたいんだよ。サイレントクイックしとけ、お前絶対上に脱げんからね、絶対、本当に。あ、そうなんだ。海とかも絶対服着てます。あ、でももうビキニってこと？あ、そういうことじゃない。それはリンさんだけっす。俺筋肉か。俺従業員に筋肉でいじられてんのに、俺海行ったらビキニ着てんの？三角ビキニ。三角ビキニ着てんの？やばすぎやろ。迷わず。ねえ、すごいね。そういうなんかコンプレックスあるんだね、誰にでも。え、脱げない、ほんとに。電気消せばいいって。ああ、いやでもなんか、じゃあ誰穴開かないとかそんな悲しいこと言わないで。うん、悲しいことな。ねえ、ほら、枕するなら着衣プレーか。いや、するするって言ってんだけど、ね、鍛えて位置変えたらって。変わんの？わかんない。それさ、 GPS じゃねえんだけど、その位置簡単に変わんない。ほんとだよね。うん、すごいね。ちょっとこう膨らましたら、あー、ちょっとね、ほんとね、うん、何でも面白いです。なんて？ベロベロじゃねえかよ、お前。なんて？ベロベロじゃねえかよ、お前。楽しそう。今日も、こうや、いい波乗ってんねー。こうや、ないんだ、ないんだ、ないんだよね。いい波乗れないんだよ。お次ください、お次。素晴らしい、お前。もう1分前やって、超早い。お前じゃないっすよ。そんな早いの？僕全然普通です。僕は普通です。ね。あ、そうだ、こんなアナーキーのね、ちょっとね、欅のコールが若干変わったんで。ああ、そうね、オリシャン下ろしていい波乗って、ぜひ消えてください、姫様。はい、1分前だって、早いね。じゃあまとめましょう。今日もリンさん、いい波乗ってんねじゃなくてですか。やべえな、どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。もうちょっと寝てたわ、滑り倒した。小屋さん、1分前どうしよう。小屋さん、でもね、なんだかんだ言ってね、あの、可愛くてしょうがない、君は。おじちゃん、お母さん25秒、これからも一緒に頑張ろうね。頑張りましょうね。でも本当、今回初ナンバーとナンバーワンツースリーということで、はい、今月はどうなるかというね。今月短いから、みんなたくさん会いに来てくれたら嬉しいです。嬉しいですね。県外になります。県外になったら絶対あれやめろやめろ。今月もアナーキーよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田でーす。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。サントリーフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。ゆってぃ、じゃあ番組が盛り上げるための一発芸、オッケーです。よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。